いやー、今回のボルグ戦どうでした？これね、いろんな意見が出そうな展開だったので、ぜひご意見聞かせていただけると嬉しいです。個人的意見なんですけど、ボルグでこれ違うんじゃないかなと思うんですが、どうなんでしょうか。今回のボルグの世界戦、完全に逆展開に勝ち切ってたんですよね。一歩とのスパーのせいで骨を痛めてると。ここも十分逆ですけど、まあ、ここまではいいですよ。こっからハンデを抱えながら真面目に戦う展開とかならまだわかるんですが、初手、恨み、マックス、幕の内と。もう完全に逆に振っちゃったんですよね。その後も突っ込んでくる相手に対し、つけ上がるな幕の内と怒りの矛先は一歩に。ちゃんと相手と戦ってもらってもいいっすか。で、適当に振ったアッパーが炸裂し、1ラウンド KO という形で終わりました。ボルグ戦がまさかの逆展開なんですよね。もちろんね、いろんな形があっていいとは思うんですが、個人的にはね、ボルグ戦を熱い展開にしてほしいですけどね。前回過去のボルグ戦についての動画出したんですが、俺ボルグ戦めちゃくちゃ好きなんですよね。特にね、まあみんな好きだと思うんですけど、マイク・エリオット戦とかね、あの試合ほんと大好きで、ずっと報われなかったボルグが世界戦でも理不尽な目にあって、それでも文句一つ言わず実力で勝ちきるあの試合、ほんと痺れました。ボルグはね、そういうのでいいと思うんですけどね。今回の扱いを見るに世界チャンピオンになってしまったので、もうボルグを活躍させる気はないのかもしれないですね。ボルグ戦大好きだった自分としては正直ちょっと残念な試合ではありました。まあ今回ボルグはウォーリー対リカウルドの前座ですからね、サクッと終わらせるってのは分かりますが、まあ、だったらわざわざ書く必要なかったのではとも思っちゃいますけどね。ぜひ皆さんの意見も聞かせていただけると幸いです。余談にはなりますが、1本目の動画が8万再生超えてビビりました。見られて嬉しいのと同時に、まだこれだけ初めの一歩が注目されてるんだと知れて、初めの一歩好きの人間としてめちゃくちゃ嬉しかったですね。あとコメントでいろんな声聞けるのもいいですね。この漫画ね、純粋に面白いだけじゃなくて、まあ、ツッコミどころも多々ありますからね。正直他の人がどう感じるかめちゃくちゃ気になります。これからも一緒に初めの一歩を楽しめると嬉しいです。